クラブの歴史、ツーゲン金沢。ツーゲン金沢は2014年に新設された J3 で J リーグ入りを果たしています。こう考えるとはまだ歴史の浅いクラブのようですが、前身の金沢サッカークラブは1956年の創立なので、伝統ある老舗クラブと言えるでしょう。そのツーゲン金沢ですが、J3 の初代チャンピオンとして歴史に名を残したクラブでもあります。J2 に昇格初年度は J3 優勝の勢いそのままに12位に食い込む健闘を見せますが、その後はなかなか順位は上がらず、これまでの最高成績は2019年の11位です。逆に言えば J3 降格にもならず、定着はできていて、上位チームを苦しめながら J2 を盛り上げています。2023年は積極的な補強をして過去最高順位の更新を目指してスタートしましたが、夏の時点では苦戦を強いられている状況です。それでも2024年からは新スタジアムをホームスタジアムにする予定ですので、是が非でも J2 に残留を果たしたいところです。新スタジアムは北陸初のサッカー専用スタジアムですので、金沢から日本サッカーを盛り上げてほしいですね。青ひげ。